トラフグは、フグ目フグ科に属する魚類。分布は、太平洋北西部、日本海西部、黄海、東、シナ海など。北海道室蘭付近は北限。湾内などに多く、成長するまでは、河口の寄水域にもいる。体長70センチメートル程度になる。産卵は春。小魚、甲殻類などを食べる。食用として取引されるフグの中では最も。 高級とされる。他のフグ類同様に、神経毒であるテトロドトキシンを含むため、業務として調理するには免許が必要である。特に肝臓と卵巣は、毒性が強い。筋肉、皮膚、清掃は無毒。生まれたての幼魚は無毒だがトラフグが好んで食べる、毒貝、花むしろ貝を好んで食べると体に毒を持つようになる。石川県では1年以上も、 卵巣を塩漬けにした上、さらにぬかに漬け込んで毒を抜いた、チンミ、フグの卵巣のぬか漬けが、食用として供されている。ただし、下毒に至るプロセスは依然解明されていない。本種は養殖もされる。近年では、毒を持たないトラフグの養殖がされるようになり、今後の動向が注目されるほか、2008年には、 栃木県中川町の株式会社無創造が2011年には長野県飯田市の飯田市南品の新高校舎が共に温泉水を用いた毒を持たないトラフグの養殖を成功させており温泉トラフグの名称で地域活性化を行っている歯が鋭く噛む力が強いため生きているふぐの口に指を入れるのは非常に危険であるまた漁船のイケスの中で フグ同士が喧嘩により傷つくのを防ぐため、捕獲したらすぐにプライヤーなどで歯を折る。歯切りが行われる。トラフグのゲノムにはジャンク DNA 配列が非常に少なく、ゲノムサイズは3.5から4億円基体と、脊椎動物では最も小さいが、遺伝子の数は人とほぼ同じであると考えられる。つまり遺伝子密度が高い生物と言える。これは、 ゲノミクスなどでの遺伝子解析を容易にする。線虫をモデル生物として有名にしたシドニー・ブレナーはこのことに注目しフグゲノムプロジェクトを立ち上げた。これによってトラフグは生物学において一躍有名になった。ゲノムプロジェクトから明らかになったトラフグの免疫システムのうち自然免疫系で重要な働きをする TLR 遺伝子が明らかとなった。 人は10種類の TLR 分子で体内に侵入する微生物を発見するが、トラフグにも人とほとんど同じ種類の TLR 分子を持っており、人と同様のシステムでトラフグ体内に侵入する微生物を認識すると考えられている。しかし、トラフグには人には存在しない TLR 分子として TLR21 や TLR22 分子を持っており、 人よりも、より鋭敏に体内に侵入した微生物を認識できると予想されている。ありがとうございます。